さあさあ、今日もゆっくり選手解説、やっていくよ。3回目の今回は、阪神タイガースなどで様々な実績を収めた選手を紹介するよ。その選手は、阪神とオリックスで選手、監督として在籍していた、岡田彰布選手だよ。とまあ、前の動画で阪神の歴史解説をしたばかりなんだけど、ちょうど探していた時に要望があったからね。それじゃあ、早速解説始めていくよ。岡田彰布、1957年生まれの62歳、大阪府大阪市出身の元プロ野球選手。ポジションは主に内野と外野の右投げ右打ち。選手引退後は監督やコーチを歴任。そして現在は、デイリースポーツの野球評論家や、野球解説者を務めているよ。プロフィールはこの辺で、ここからは岡田選手の歴史を解説していくよ。大阪市中央区で町工場を経営していた父親は、阪神の有力後援者で、村山実、藤本勝美ら選手と親交があったことから、幼少時よりタイガースと縁深く育っていたんだよ。そして幼稚園児の頃に、当時のタイガースの三塁手であった、三宅秀氏とキャッチボールして以来、三宅に憧れを抱いたとされているよ。後に、阪神に入団した岡田が背番号16を希望したのは、かつて三宅がつけていた番号だったからだよ。そして小学5年の時、南海ホークスが運営していた少年野球チームのリトルホークスで、本格的に野球を始めたよ。これは、当時阪神が少年野球チームを持っていなかった、というのも理由だったよ。また少年時代から、タイガースの試合を見に阪神甲子園球場へ出かけることが多く、観戦する場所はネット裏やタイガースファンの多い一塁側ではなく、敵側ベンチのある三塁側ベンチ横だったんだよ。その場所は阪神のライバルの読売ジャイアンツ、三塁手の長嶋茂雄を一番近くで見ることができるので、そこからヤジを飛ばすためという理由だったよ。1972年、明星中学校3年生時に中学野球大阪府大会で優勝。1973年3月に、村山の引退試合の前に村山のキャッチボール相手を務めたよ。1973年に北陽高校に進学。1年生時には左翼手として活躍。同年夏の甲子園府予選決勝で PL 学園から先制2点本塁打を放ち、夏の甲子園の出場を決めるよ。大会では準々決勝で今治西高に敗退。甲子園での打撃成績は2試合で6打数3安打だったよ。同年の秋季近畿大会では、新チームのエースとして準決勝に進み、広陵高20対1で敗退するが春の選抜出場を決めるよ。しかし不祥事によって出場辞退を余儀なくされたんだよ。3年生時の1975年夏もエース、4番打者として府予選決勝に進むが、広国高に惜敗し甲子園出場は果たせなかったよ。早稲田大学野球部のセレクションを受け、15打数14安打14本塁打という驚異的な打撃を見せて合格したよ。東京六大学野球リーグでは1年生の1975年秋季リーグから左翼手、7番打者としてレギュラーに抜擢され、邦大の江川卓から3安打を打ち注目されるよ。2年生からは三塁手に回り5番打者として主軸に定着。3年生時の1978年秋季リーグでは三冠王に輝き、4年ぶりのリーグ優勝を果たすよ。1979年春季リーグでは主将としてリーグ連覇に貢献したよ。同年の全日本大学野球選手権でも決勝に進むが中大に敗れ、準優勝に終わる。1978年、1979年の第7、8回日米大学野球選手権大会に出場、4番打者を全試合任されているよ。リーグ通算88試合に出場し、309打数117安打、20本塁打、81打点、打率3割7分9厘。1977年秋季リーグから5期連続でベストナインに輝き、1978年春季リーグでは、東大戦で史上2人目のサイクルヒットを達成するよ。1978年秋季リーグで戦後4人目の三冠王。なお、18歳で入学し4年間で指定取得の単位数不足で卒業していないため、正しくは、早稲田大学を中退ということになっているよ。東京六大学野球史に残る記録を次々に樹立したため、プロ野球各球団の岡田獲得競争は過熱。1979年秋のドラフト会議の目玉となったよ。ドラフトでは在阪4球団を含む、6球団が1位指名したが、抽選の結果、阪神が交渉権を獲得。岡田の阪神入団が決まったよ。1980年の先発内野手は、1塁手にヒルトン、2塁手に加藤博和、3塁手に掛布正幸、遊撃手に真弓明信の布陣でスタートした。オープン戦から結果を残せなかったヒルトンは、シーズン開幕直後から打撃不振に陥ったものの、守備面が評価されて起用され続け、その後、掛布が負傷離脱した4月19日、20日も岡田の起用が見合わせられたため、ファンの間から、なぜ岡田を出さないという不満が盛り上がり、ファンの一部からはヒルトンやブレイザーを悪者扱いしだしたんだよ。
4月22日の太陽戦前に、球団社長がブレイザー監督と2時間会談して説得し、その日以降は岡田が三塁手で起用されたよ。ヒルトンは18試合に出場で、打率1割9分7厘、本塁打0本の不振から抜けられずに、5月10日に解雇されたよ。掛布が復帰した5月17日以降は、二塁手で起用され新人王に繋がったが、自らの力でチャンスをつかみたかったので、当時ヒルトンが出場するたびに、岡田コールが湧いたことに対して本人は、後年のインタビューで、あの岡田コールは嫌だったと苦言を呈していたよ。この年、オールスターゲームの第1戦において、22歳7ヶ月で代打本塁打を放ったが、これは2015年の第2戦で19歳11ヶ月だった。森友哉が代打本塁打を放つまで、オールスターでの代打本塁打の最年少記録だったよ。この年の岡田のポジションは、掛布が故障したことで、三塁が最も多く、二塁、一塁でも出場している。打順は前半の8番から次第に順番が繰り上がり、終盤は5番で起用されたよ。1981年には初めて全130試合に出場し、20本塁打を残す。ポジションは二塁に固定され、1982年には安藤貞雄が監督に就任し、初の打率3割を記録したよ。1984年、5月19日からスタメンに復帰した、当初二塁を中心に、バースの帰国時などに時折一塁も守るという形になったが、後半戦は主に右翼手で起用されて、打撃は打率2割9分7厘、本塁打15本、51打点という成績を残しているよ。1985年、吉田義雄監督が就任し、真由美と入れ替わり、再び二塁に戻る。4月17日、甲子園での対巨人戦で、バース、掛布に続きバックスクリーン3連発の締めを打ったよ。この時、バース、掛布と続いた後の岡田の打席にかかるプレッシャーは大きく、ヒットでいいという考えはなかった。こうなったらホームランを狙うしかないやろう。絶対、スライダーしかないな、と後に振り返っているよ。8月は打率4割2分9厘、10本塁打、31打点の活躍でプロ入り初の月間 MVP を受賞。さらに9月15日の甲子園での対中日戦ではサヨナラツーランホームラン、翌16日にもサヨナラ打を放ち、2試合連続サヨナラ打を記録するよ。最終的に選手会長兼5番打者として、バースに次ぐリーグ2位の打率3割4分2厘、リーグ4位の35本塁打、リーグ5位の101打点という自己最高の好成績を残し、真由美、バース、掛布らと共に球団初の日本一に貢献したよ。1986年は前年と同じく、5番二塁で開幕スタメンを迎えるが、4月後半に掛布が故障離脱したのに伴い、4番打者に抜擢されたよ。5月半ばに掛布が復帰すると5番に戻るが、この年の掛布は再離脱を繰り返したため8月末以降はシーズン終了まで4番打者を務めたよ。前年よりは数字を落としたが、打率2割6分8厘、本塁打26本、打点70と主軸打者にふさわしい成績を残したよ。1989年、掛布の引退に伴い、大学時代に守っていた三塁にコンバートされ、6月25日の甲子園での巨人戦、1対4で迎えた8回裏2アウト満塁で、ビル・ガリクソンから左翼ポール際へ、劇的な逆転満塁本塁打を放ったよ。くしくも30年前の天覧試合と同じ日で、スコアも5対4と裏返しとなり、天覧試合勝利投手の巨人の藤田監督の目の前で、敗戦投手だった村山の仇討ちを果たした形になったよ。この本塁打を含めて月間8本塁打などの活躍で、チームメイトのセシルフィルダーを抑えて、プロ入り2度目の月間 MVP を受賞したよ。1990年からは八木博士の台頭により二塁に戻り、1991年は規定打席到達では自己ワーストの打率、安打、打点に終わる。1993年、再び外野手として起用されるようになるが、出場機会は前年よりさらに少なく、体力の衰えという理由で阪神を自由契約になるよ。オリックスに入団直前、週刊誌上で不倫を暴露され、現役引退の危機にさらされるが、調査によって、スキャンダル自体が自称愛人の女が、金銭目当てにでっち上げた作り話と判明、さらには岡田が恐喝され、200万円を脅し取られる被害を受けていたことが明らかとなり、警察の強制捜査に発展し、最終的にはこの女が恐喝容疑で逮捕されて一件落着となったよ。この際には、豊富な技術と経験を持つ岡田を諦めきれないオリックスが、リース会社が本業であることから、社内に豊富なノウハウを持つ調査要員を有しており、これを動員して真相の端緒をつかみ、後に恐喝事件としての刑事捜査につながっているよ。1995年、出場機会も減り、10年ぶりの優勝をオリックスで経験したのを花道に現役を引退した。
日本シリーズでの出場機会はなかったよ。翌1996年3月、古巣阪神とオリックスのオープン戦が引退試合となり、岡田は試合終了後に阪神、オリックス両選手から胴上げされてグラウンドを去ったよ。1996年、オリックス二軍助監督兼打撃コーチに就任、また1998年、二軍助監督兼打撃コーチとして阪神に復帰。またこの頃、自動車運転免許を取得するよ。翌1999年には二軍監督兼打撃コーチとなり、ここで育成していた選手たちが、後に主力選手に成長することになるよ。2000年から2002年までは二軍監督、2000年にはファーム日本選手権で優勝し、2年連続日本一となったよ。2003年に一軍内野守備走塁コーチへ配置転換、三塁ベースコーチを担当し、走塁コーチとしての状況判断は正確無比であったとされているよ。2003年オフ、星野仙一が健康問題のために監督を勇退したのを受け、後任として一軍監督に就任、球団史上初の大阪府出身の監督となったよ。監督初年度の2004年は、井川慶ら優勝に貢献した選手の不調に加え、伊良部秀樹のセットポジションの欠点、ジョージ・アリアスの好不調の波の激しさ、マイク・キンケイドの度重なる死球による怪我、さらにジェロッド・リガンの負傷や、その年に開催のアテネオリンピックに出場した、ジェフ・ウィリアムスと安藤優也の不在による戦力低下が響いて4位に終わったよ。2005年9月7日名古屋ドーム、中日との2ゲーム差での首位決戦を境に、阪神は連勝を重ね、亡き父の誕生日に当たる9月29日、甲子園球場での対巨人戦でリーグ優勝を達成したよ。しかし、日本シリーズは千葉ロッテに4戦4敗のストレート負けとなった。また、その際にリードされているからという理由で、JFK を起用しなかったことに、ファンや解説者にマスコミなどから不満が上がったよ。2006年3月6日、絶滅が危惧されている野生の虎を保護するため、虎保護基金に、2006年シーズンの公式勝利数と同じ数の、虎保護レンジャー用の装備を寄付すると表明したよ。そして、2006年の勝利数と同じ84個分の装備品の代金、75万6千円を寄付したよ。この活動が評価され、12月12日にインド政府から、阪神の最後まで諦めない姿勢に勇気づけられた。支援に非常に感謝している、などと記された感謝のメッセージを受け取っているよ。2008年、チームは開幕からスタートダッシュに成功し、首位を独走していたが、北京オリンピックの野球日本代表に、主力である新井貴浩、矢野明宏、藤川球児を派遣して以後、チーム状態が空転し始め、打撃陣の不振や故障者の続出などで、一時は13ゲーム差をつけていた巨人に終盤で逆転されペナントレース優勝を逃したよ。そして岡田は、この責任を取る形でこのシーズン限りでの辞任を発表し、クライマックスシリーズ第1ステージ最終戦で、敗退したことでこのシリーズが最後の指揮となったよ。試合終了後、選手会長の赤星憲広の発案により、選手、コーチから監督を務めた年数と同じ5回胴上げされた。2008年11月、デイリースポーツ新聞社と、客員野球評論家として契約を結び、自伝コラムを年末にかけて執筆。2009年2月1日の朝日放送、トラバンで解説者としてデビューし、朝日放送、スカイエーを中心に、在阪局でプロ野球解説者として出演したよ。4月12日の巨人対阪神戦での、日本テレビによる中継に招かれ、解説者としての全国デビューも果たした。特定の局の専属解説者になるのは、どこかの専属で行動を縛られるのは避けたい、という岡田本人の意思もあり、見送られたよ。2009年10月13日、翌シーズンからオリックスバファローズの、監督就任が発表された。契約内容は3年契約の1億円、背番号は、阪神監督時代と同じ80。チーム編成、広報面などで全権を任されており、実質 GM 兼任となっていたよ。これにより、岡田は旧ブルーウェーブ時代の球団 OB として、初のオリックスバファローズ監督となったよ。2010年3月31日、対日本ハム戦で、D 岡田が勝ち越し本塁打を放ち勝利。これにより阪神監督時代から、通算400勝目を達成したよ。6月20日に、投手コーチである星野信之が休養に入り、後任には小林宏が就任したが、小林の経験の少なさから、投手起用についても自身が決定することを明言し、投手コーチも兼任することとなったよ。このシーズンは交流戦で優勝を飾り、D 岡田や投手の金子千尋の躍進があったが、後半に入って敗戦が増え、最終的には5位に終わったよ。2012年は前年オフに大型補強を行い、優勝を口にするほどであったが、シーズンでは主力選手の相次ぐ故障離脱もあり、
開幕早々から低迷、4月に一度だけ勝率を5割に戻したことはあったものの、貯金を作ることは一度もできず、パリーグでいち早く B クラスが確定したよ。さらに、3年契約が期間満了を迎えることを受け、9月22日に球団から契約を更新しないことを告げられ、シーズン終了をもって正式に退任することが発表されたよ。退任発表時、球団側はシーズン終了まで指揮を取らせる方針であったが、シーズン再開が確定した翌日の9月25日、来シーズンを見据えたスタートをいち早く切りたい、という理由で方針転換。ヘッドコーチの高城信弘と共に休養することを発表され、事実上の解任となったよ。退任後の2013年からは、デイリースポーツの野球評論家に復帰。同誌では1月から、球界の旬の話題などを独特の見解で定義付けるコラム、岡田辞典の連載を開始したよ。また、朝日放送、読売テレビ、タイガース愛を中心に、プロ野球中継での解説も再開しているよ。また、2017年からは、東日本放送では大学の後輩にあたる、江尻慎太郎と共に楽天のホーム、ビジターやスポーツ番組で解説を務めているよ。今回はここまでだよ。こうして編集してみて、前回と前々回の選手とは比べ物にならない分量で、歴史解説並みに大変だったよ。ただ、球団を調べるだけではわからない、選手個人の歴史を調べることによって、いろいろと新しい発見があるのも面白いところだね。カープファンのうぷ主からしたら、他球団の選手についてあまり知らないこともあるから、今後も他球団の選手の解説が主になるかもね。まあ、カープの選手もたまに解説していきたいとは思っているけど、それじゃあ、今回はここまで。もし何か紹介してほしい選手がいれば、コメント欄などに書き込んでね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。